やっぽさん、ステージの上にお願いします。はい、どうもー、はい、こんにちは。今日ハロウィンなんですけど、ナマさん仮装してきてくれるかなと思ったんですけど、あの FC ギフね、ここぞとばかりなんかやってくるでしょ。はい、そうですね。なんか一回ちょっと当たったやつずーっと引きずるでしょ。そうですね。もうその根性が俺大好き大好き。今ハロウィンやってるとこね、はい、どっこもないからね、日本全国で。うちだけですよ一番ハロウィンしてますね、この場所が。ねえ、はい、一回当たったと思ったらすぐずっと続ける。そうですね、いい、いい。結構お客さんたち皆さんハロウィンの仮装してきてくださってるんですけど、ナンバさん的気になる方とかいらっしゃいますか？もうルイージがすごい、ルイージがすごいエゴを作って、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい皆さん仮装していただいて、ね、あと後ろにもすごい仮装の方がいらっしゃるんですけどだからね、このお嬢さんはね、やっぱ自分の世界持ってるじゃないですか今日はどういうことなんですか？これは原宿にいそうな自分が一番おしゃれと思ってる女の子。はい、原宿で一番おしゃれと思ってるお姉さんを やってますやってきてくれた時代の最先端を言ってますねあのなんかね、屋台の匂いもなんか原宿っぽいし、そう本当になんか原宿に来た気分ですねそうですね、ちょっとだけ東京にあります。原宿行ったことないけど原宿に来たっていうのが、ね、はい、ここすごい原宿の気分を味わえるということで、ちょっとまあ今日ハロウィンイベント、ハロウィンですね、イベントいろいろやってるんですけど、はいはい、あの南波さん、春に何か新しく挑戦したこととか、はい、何かやったこととかありますか？あ、そうですね、はい、そうね、春に挑戦したことは、はい、なんだろう。なんだろう。あの、挑戦してないな。本当ですか？はい。という自分は？私だとあの部署移動したんですよ。あ、はい。CCN の中で。おうおう、はい。何部から何部になったの？あの重ねる営業部っていうところから、うん、コンテンツ部っていうところに移動して、うん、今まで営業とかもやってたんですけど、うん、なんかカメラ持って取材行ったりとか、はいはいはい、はい。もう新しいことがすごいいっぱい入ってきて。今またはパンクしてますよ。どっちがいいですか、個人的には。ああ、どっちもいいですけど、どっちとか言わないでください。そんなやめてくださいよ。調査部が見てる、調査部が。そう、ちょっと答えづらいんでやめてください。はい、じゃあ前の方が良かったんだね。いや、そんなことないです。やっこさんとかちなみに何かありますか？春挑戦したこと。挑戦ですか。挑戦がちょっと喋れるようになりたいなと思ってるんですけど。あ、ね、お話、はい、全然喋ることが得意じゃないので。え、そうなの？そうなんですか？そんなことないよ、俺らの占いだけだもんね。そうなんですか？ガチガチです、ガチガチ。そうで、喋れるようになってちょっと少しずつ。だって自分のさ、はい、あの YouTube では結構喋ってるでしょ？あ、でも目がめっちゃ泳いでますね。あ、そうなんですね。へすごい喋れそうなのに泳いじゃう。あ、泳いじゃってんだ。じゃあそれを克服したい、はい、そんな夏にしたい、そんな夏に2022、はい、開放的に十分開放的じゃない、はい、そうですね、ちょっと、まあ、夏に向けて、まあ、いろんなことを挑戦していきたいなと。そう、ね、そうだから俺も、はい、春全然挑戦してないから、はい、夏に向けて挑戦しますわ、はい、何を。いやでも最近ね、はい、やっぱりもう現役退いて4年経つでしょ、はい、もう全然ね、体動かしてないんで。あ、そうなんですか？体動かしたい。あー、いいですね、うん、今そう、ランニングとかですかね、サッカーやったりとか。ランニングして、筋トレして、はい、ほら、で、昔はさ、はい、もうなんか、ちょっと脱ぎたがってた時期があったんだけど、はい、全然今脱ぎたくないもん。じゃあ恥ずかしいもん今。じゃあ夏までに脱げる体になるために。ああ、いいですね。ありがとう。なんちょっと、あ、ごめん。あ、すごいすごい。ありがとう。めちゃくちゃかっこいいですね。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいです。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すげーかっこいい。すごいかっこいいですね。あんな南波さんになるために、ね、夏までに、ね、頑張りますか、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。では早速ですね、はいはい、伝説の振り返りに行きたいと思うんですけど、うん、15日坂上原さん勝ちましたね。勝ちましたね。いやー、よかったなと思います、ね、はい、どうでした？いや、本当にすごいシュートも決まって、うん、
もうめちゃくちゃすごいなと思ったんですけど、唯一心残りなのが一番最初の石津選手のシュート決めた時、私ここの片付けしてたんですよ。部署が変わったからね。部署が変わったから、そういう雑用の部署になっちゃったから。はい、雑用はしないですよ。はい、あ、そう、はい、なのでまあちょっと見れなかったのが本当なんですけど、はい、ちょっと藤岡選手のシュートは見れたので、はい、良かったなと思います。良かったですね。はい、南波さん的にどんなところが良かったなって思いますか？いや、まず、はい、あ、感覚が変わって初陣ですよ、はい、そうですね、ね、はい、それを勝利で飾る、はい、で、まあ、2対0、はい、まあ、内容はね、あの押し込まれたところもあったんですけど、はい、でももう勝つことが重要だった試合で、はい、勝った、これは、はい、監督も含め選手も含め、はい、エシーギという会社が元気出ましたよね。そうですね、はい、いや本当に嬉しかったなと思います、はいはい、まあ、なのでね、今日もね、はい、皆さん多分ね、もう今日も勝つつもりで来てると思うんですけど、そうですよね、はい、この間勝ったからこそ今日も勝つだろうという目で見れるわけですよ、はい、そうですね、ちょっとちょうどカットフェスもやってるので、ぜひ皆さん勝つの食べていただいて、そうですね、はい、で勝つと勝つと、うん、ね、はいはい、勝つ食べてもらいたいですね、はい、はい、そうですね、それを、まあ、全試合を、まあ、今日にもつなげていきたいなと思うんですけど、うん、今日のスタメンはもう発表されてるんですかね。どうですか今日のスタメン。あ、今日は出てるよね、もう、はい、出てますね。あ、今日スタメンは、うん、松本ちょっと履いてきました今、松本選手、履いてんのかい。そうなんですよ、履いてきちゃいました。はい、はい、松本選手、小山選手、服部選手、ヘニキ選手、宇賀神選手、大西選手、庄司選手、菊池選手、吉浜選手、田中選手、岡選手ですね。あれ、はい、前節の勝利から変えてきてない？結構変えてきてますね。あれ全部じゃない？あ、そうですね、結構変わってきます。松本選手以外全員変わってない？そうですね。これはどんな戦いになるんでしょうかね。ね。ちょっと、いやいや、いやだけど、でもさっきの話ね、あの初陣を、ね、あの監督交代して初陣を飾ったわけじゃないですか、はい、で出てた選手たちは勝利を味わいました、はい、この間出てない選手たちは、はい、チームは勝利を味わったけど、はい、まだ本人たちは味わってないので、はい、そうですね、今日味わわそうと、はい、あ、なるほど、そういうことですよ。なるほど、そういうことなんですね、はいはい、じゃあ、はいはい、今日出ているスタメンの皆様にも勝利を味わっていただいて、そうそうそう、でもね、これね、はい、あのみんな忘れちゃいけないのが、はい、今日のメンツ見て、これ J3 の他のクラブだったら、はい、何の違和感もない、だから要は前節と全然こう比べる要素がないメンツじゃないですか、はい、そうですね、はい、イコール SC ヒズは J3 の中でも、はい、2チーム分持ってるってことですよ。はい、なるほど、あの全部選手が違うから2チーム分あるっていうことですか。そうそうそう、でじゃあ、はい、その全然違うメンツが出てて、はい、じゃあ他の J3 のチームと劣るのかというと劣らないじゃないですか。そうですね、はいはい、あ、なるほどなるほど、そうそう、だからスタメン組を2つ持ってるという、はい、なんとも贅沢なクラブなわけですよ。そういうことですね、はい、すごいですね、はい、いやー、いろんな方が、はい、なので、え、今日も勝ちに来てますよね、はい、当然、そうですね、はい、今日も勝つんですよ、このメンバー、はい、でってなると監督変わって2試合連続で勝つ、はいはい、次の試合は、はい、じゃあ誰を選ぼうか、はい、あの嬉しい監督としては悲鳴を上げる、はい、でまたその選手たちが出る、はい、勝つ、はい、ここの連鎖です。なるほど、いやー、すごいいいですね、贅沢ですね、シーグル、なんでここまで勝てなかったんでしょうね。そうですね、不思議ですよね。もうここから練習をするしかないですよね。そうなんですよ、はい、まあでもこのね、今日全く違うメンツが、先週じゃない、日曜日と全く違うメンツが出て勝つんで、はい、もう練習会場に乗るということです。そうですね、うん、いや、ぜひ今日も勝ってほしいなと思います。はい、大丈夫です、はいはい、南波さん的に気になる選手とかいますか、今日のスタメンで。いや、やっぱりね、僕気になるのはね、はい、ここですね、服部だな。あ、どんなところが、あの、いまだにフォワードなのかディフェンスなのか、はい、どっちなんだい、おい、服部っていうことです。なるほど、なるほどな。いや、いろいろ変わってるってことですね、毎回毎回。そうそうそう、まあ、あとは、はい、やっぱりね、僕は今季、宇野かチャールスは、はい、
あのブレイクすると踏んでたんですよ、はい、でまだここまで無得点でしょ、はい、で前回ここで早くゴール決めたいって言ってたじゃないですか。そうですね。であの今日ね市橋さん来られてるんで、はい、あのあれなんですけど市橋さんが言ってたんですよ、このステージに上がった選手は必ず次、はいはい、ブレイクするんだと。そうなんですね、はいはいはい、すごい重なるステージからどんどんブレイクしていて、そうそうそう、あのナンバークリニックって言ってくれたんですけど、はい、実は市橋クリニックってね、はい、僕の中で思ってて我々のステージに上がれば、はい、必ずその選手が活躍するっていうジンクスがあるんで、はい、そうなんですね。今日あたりね宇野香選手がね初得点上げてくれるんじゃないかなと。お楽しみですね。はいはいはい、はい、ありがとうございます、はいはい。じゃあですね、続いての、 あのトークショーに移りたいと思うんですけど、はいはい、選手の準備ができたみたいなので、はい、呼んでみましょうか。